札幌第一高校ノックに入りください。ノック時間は7分です。お待たせいたしております。本日の第2試合、北海道地区代表札幌第一高校対近畿地区代表履正社高校の試合に先立ちまして、両校のスターティングメンバー並びに審判をお知らせいたします。先攻は三塁側、札幌第一高校1番ショート宮沢くん、ショート宮沢くん背番号6。2番ライト中村くん、ライト中村くん背番号9。3番サード柴田くん、サード柴田くん背番号5。4番レフト高階くん、レフト高階くん背番号7。5番センター今野くん、センター今野くん背番号8。6番セカンド佐藤くん、セカンド佐藤くん背番号4。7番ファースト岡くん、ファースト岡くん背番号3。8番ピッチャー前田くん、ピッチャー前田くん背番号10。9番キャッチャー西村くん、キャッチャー西村くん背番号2。対しまして高校は一塁側履正社高校、1番ライト石田くん、ライト石田くん背番号9。2番ショート西山くん、ショート西山くん背番号6。3番サード安田くん、サード安田くん背番号5。4番レフト若林くん、レフト若林くん背番号7。5番センター筒井くん、センター筒井くん背番号8。6番セカンド松原くん、セカンド松原くん背番号16。7番キャッチャー片山くん、キャッチャー片山くん背番号2。8番ファースト浜内くん、ファースト浜内くん背番号17。9番ピッチャー松井くん、ピッチャー松井くん背番号10。なおこの試合の審判は球審滝沢、塁審一塁玉置、二塁山本、三塁松田、以上4審判でございます。試合開始まで今しばらくお待ちくださいませ。
第一高校、ノック時間あと2分です。